決勝戦4種目目は滑走トーブレです。The fourth stage is the 滑走トーブレ。男性の力強さが特徴的な滑走トーブレです。はい、4種目終わりですので、かなり体力的にも厳しいと思うんですけれども、はい、力強いダンスを踊ってます。こちら西島組です。そして立石組です。はい、立石の面も大きいのでフロアをいっぱい使おうとしますね。マリトースキー組、この2人の息の合ったツイストターンが見事です。そうですね、非常にスケールが大きいです。はい、瀬戸子分いかがでしょう。多分床に力強く立っていると思います。ハソドブル特有の立ち方ができてますね。しっかり取ってますね。スクスカ組です。とにかくパワー、この一言に尽きると思います。男性も女性もパワフルですね。カレミス組です。当時のトーンが抜けそうになるので頑張ってほしいです。小田組いかがでしょう。見せますね。マリトースキー組、非常に目立ってしまう。非常に大きい目立ちますね。力強さ、力強さがやっぱり大切ですね。カレミス組です。そしたらフレームが少し弱くなっているので伺ってほしいです。西島組、ちょっと2人のトップが狭くなっていますね。こう離れるところは2人が距離感をしっかり保ってます。パソドブレの勝利が終了しました。では競技を振り返ります。まずは立石組です。ヒッチストターンですね。男女が入れ替わるところでオーバーターン、回りすぎてしまっているので女性が綺麗に後ろに下がっていませんね。そのために女性が十分に反ることができず不自然になっています。変わってはマリトースキー組です。この左足ですね、しっかり後退しています。きちんとした回転で女性が後ろに下がっているので見事な遊びになっています。